今日午後5時ごろ、岩手県滝沢市で開かれていた AKB48 のイベントで、メンバー2人が刃物を振り回した男に切られ、怪我をしました。メンバー2人の命に別状はなく、警察は殺人未遂の疑いで男を現行犯逮捕しました。